よう、ゲロだぜ。はい、格闘技をやられている男性の皆様、どうしても必要な格闘技用品あるんじゃないですか。そう、ファールカップです。男性はね、ファールカップなしで股間に蹴りを受けてしまうと非常に痛い目に遭います。私も何度もそういう経験あります。はい、もしね、ファールカップをつけていたとしても合わないものを使ってしまうとですね、これもまた痛いということはね、皆さん経験があるんじゃないでしょうか。はい、というわけで、私が今まで使った中で最高だなと感じたファールカップを今回はご紹介しようと思います。はい、それがこちらです。はい、ウィンディのファールカップサポータータイプでございます。まあ、ファールカップっていうと一般的に布製のサポーターに入っているプラスチック製のカップをね、入れたものをね、使っている方が多いんじゃないかと思うんですけどね、私はね、もうこれがダントツでね、今まで使った中で快適でした。はい、布製のサポータータイプの場合ね、ちょっと悩みがありまして、というのはですね、あのカップのサイズで、まあ、XL とかを選びたいんですけども、どうしてもね、サポーターがブカブカになってしまってね、まあ、それだとフィット感が非常に悪くて、まあ、つけていてもね、プカプカしちゃうっていうことがね、あったんですね。はい、でこれだったらもうカップのサイズも、このゴムの締め付け具合もちょうど良かったというところで、皆さんにお勧めしたいと思っております。金属製のファールカップっていうと、大体紐式のものが多くてですね、まあ、キックボクシング、ムエタイなんか あのプロの試合ではね、こういう金属製のものが義務付けられていることがね、非常に多いと思います。でこれはですね、その金属製を、このようにですね、ゴムをくっつけてサポーターのようにね、使えるということで、利便性を非常に高めた、あの練習に適した道具となっております。プロの試合だと紐式じゃないとダメっていう場合もあったりするので、本当にね、その場合は練習専用になってしまうかなとは思うんですけども、とっても使いやすいです。まあ、あとはね、ボクシングなんかでよく使われるこの下腹部に、クッションが入っているようなタイプなんかもあるんですけども、あれだとね、やっぱり足を動かしにくいっていうのと、あとはでかくて持ち運びがしにくいっていうね、そういう難点があったりするんで、やっぱりね、これが一番使い勝手いいなと私は思います。はい、でこのウィンディの、金属製のカップなんですけども、ですね、サイズがですね、SML とありまして、これね、ツインズとかトップキングみたいな他のメーカーよりも、表記サイズよりも1個大きくなっています。なので、ウィンディの M が他のメーカーの L サイズで、これ L サイズなんですけども、よそのメーカーの XL に相当するサイズです。はい、で M サイズ、まあよそでいうとこの L サイズですね。私の場合ですね、ちょっと窮屈に感じてしまいまして、この圧迫感があって、ちょっとコーンって当たると痛いんですね。でこの L サイズ、まあよそでいうとこの XL でしたら、余裕を持って収まるので、これはね、快適です。でなおかつこの金属製なので、こうへこんだりしません。非常に強いです。がっちりと、急所を守ってくれます。このしっかりとしたね、スペースがあって、なおかつ強固なガードを誇ってくれるので、とっても使いやすいです。でなおかつこのゴムがね、本当に程よい締め付け感がありまして、一応ですね、ここマジックテープでこう挟み込むような形になっていて、ちょっと調整は可能なんですけども、まあそんなに調整はできないです。なのでこの、まあ、ゴムの締め付けっていうのが非常に重要になってくるわけですね。はい、これはね、とってもいいんですよ。で、あとね、このカップの縁の部分、ここしっかりとクッションが効いているので、この縁が食い込んで痛いっていうこともね、感じたことないです。ここのクッションがしょぼいカップの場合はですね、めちゃめちゃこの食い込んできて痛いっていうこともあったりするんですけど、このウィンディのものだったら大丈夫です。はい、よそのメーカーでもですね、この金属製のものってこの縁のクッション結構しっかりしているものが多いんで、まあ、そこはね、ご安心いただけるんじゃないかなと思います。でこの紐式の名残として、ここにね、穴はほら開いていたりします。まあ、なんですけど、この表面はですね、穴は開いていなくてそのまんまです。まあ、これもしね、ゴムが伸びきっちゃってダメになった場合でも、ここちょん切って紐入れてあげれば、まあ、紐式として使えなくもないなとは思っているんですけども、まあそんなことをする必要もないのかなと私は感じています。というのもですね、まあ、実際これ使っているうちにやっぱりゴム伸びてきちゃって、特に
ね、このカップもプラスチック製と比べて重いので、まあ、伸びやすいっちゃ伸びやすいんですよ。なんですけど、これ履いた上にスパッツとか履いてあげると、まあ、それ固定してくれるんで全然問題なく使えます。はい。でちょっと今回はですね、スパッツの上からなんですけども、試しにつけてみようと思います。はい。今ちょっとロングスパッツを履いてまして、はい、こんな感じで、まあ、普通にスッと履いてなんとかなるっていう感じですね。はい。まあこんな感じです。で横から見、後ろから見ると、はい、こういう感じ、しっかりね守ってくれるんで痛くないです。こう当たっても、下から当たっても、まあ、ちょっと痛いですけど、下からだと、まあ、結構でも広範囲カバーしてくれるんで安心感はだいぶ違いますね。でちょっと足を閉じると狭いな、ちょっと窮屈だなっていうか、こうカップ引っかかって窮屈だなって感じたりはするんですけど、でもやっぱりこれはね使いやすい、非常に使いやすい。で値段がねちょっと最近上がってきちゃってはいるんですけども、やっぱりねファールカップっていうのはね本当にあったものじゃないと危ないです。私大学時代に学生キックっていうのをやってたんですけども、その OB の方たちに聞くと、昔学生キックの大会でプラスチック製のカップを使っていて、球が片方潰れちゃったっていう選手が、ね、いたらしいんですね。はい。でまあ実際プロの試合でもプラスチックのカップを使っていて、もうカップが割れちゃうなんていうこともね目にしたことがありますんで、もうねしっかりしたものを使いたいっていう方はこういう金属製のものを使っていただけるといいかなと思います。まあ、紐みたいにね結ぶのがめんどくさいってこともないので、こうやって、まあ、ゴム式のものもあるということを覚えておいていただければと思います。はい。というわけで今回はウィンディの、金属製のサポータータイプファールカップをご紹介いたしました。はい。ではチャンネル登録といいね評価よろしくお願いします。ではまた。